で誰のお金で買うつもりですか。オチになります、ね、優しいやつのわけがない。俺の遅刻の理由1割はそれが原因だ。残り9割は何ですか。寝坊。堂々としている。研究だけは研究だけは勘弁してください。 Waste time with the masterpiece. Waste time with the masterpiece. なろうって言ってなるものじゃないでしょ。そうですか。グッバイ。私のなけなしの場所なくなりました。従ってストーカー対策のための護身術を教える。しつこくストーカーしてくる人にストーカー対策を語られて。人聞きの悪いこと言うんじゃない。俺は土日と会議の日を除いた週4くらいしかしてないからな。気のせいです。なんて下手くそな変装。一緒にゴールしようって言ったじゃん。嘘つき。遅いんですけど先生。お前も寂しいのか。気がつけばお掃除ロボットに話しかける自分。お前に出会えてよかった。そして最後はひっそりと一人寂しく死んでいき、発見された遺体は死後1ヶ月。人はこれを孤独死という。